ャベツが1玉348円、ブロッコリーが1個298円、食卓に欠かせない野菜の価格が高騰しています。原因は冬の大雨や3月の寒さ、夏を前にした今もその影響は続いています。富士市のキャベツ畑です。今は春先に植えた初恋という品種が旬を迎えています。順調に育ってくれています。みずみずしくてシャキシャキしてとてもジューシーな感じなキャベツです。一方、冬に植えたキャベツ畑を見せてもらうと、ここでは何の品種を育ててるんですか？ここでは錦鯉という品種のキャベツを作っています。生育はいかがですか？今年この品種に関してはちょっと生育が悪くて、2月の雨の影響を受けていますね。で、生育が状況が悪いって形です。冬の大雨や強風、3月の寒さの影響を受け生育が遅れています。早いうちからこうやって劣球してしまう、はい、で腐ってしまったりしていますね。この畑ではおよそ5000個のキャベツを育てていますが、半分以上は出荷できず捨ててしまうといいます。生育の遅れは価格に直結しています。こちらキャベツコーナーになります。はい、キャベツのお値段はいくらなんでしょうか？今日は1個348円となっております。このお値段、お店としてはどうなんでしょう？ちょっとお高いですね。例年入荷していた茨城県産のキャベツが入らず、店頭での価格は去年の同じ時期のおよそ 1.5 倍です。卸売価格はおよそ 1.7 倍になっていて、店の利益を削って価格を抑える苦しい状況です。キャベツを買う機会はちょっと減らしてるよ。レタスがちょっと割安になった時はレタスを使って炒め物にするとか、2分の1とか、あとこちらの4分の1のサイズですね、こちらの商売体、お客様が購入しやすいお値段にして販売させていただいております。さらにブロッコリーの価格も上がっています。こちら1個298円で販売しております。こちらの方も卸値の方が昨年と比べまして 140%、店頭の販売の価格は、去年と比べまして 115% という状況となっております。理由はキャベツと同じ3月の寒さです。キャベツ農家によると、今育てている品種の生育は順調で、6月に入ると徐々に価格が落ち着いてくるのではないかということです。